1977年の広駅と、周囲約500メートル範囲、右が、帯広方面。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成広駅は、北海道広郡広町、丸山通り北2丁目に、かつて存在した、日本国有鉄道広尾線の駅である。電報略号は非を、 広尾線の廃線に伴い、1987年2月2日に廃駅となった。帯広駅から十勝平野を南下し、当時この地方唯一の港であった十勝港を結ぶために付設された長大盲町線である広尾線の終端駅であった。さらに計画では、東駅より襟裳岬経由で、日高本線の終着駅であった様マ駅まで延伸される予定であった。 一時期は最長片道ギップの奇襲点だった。宮脇俊三の著書最長片道ギップの旅では始発駅として登場した。廃止時点で一面一線の単式ホームを有する地上駅であった。ホームは線路の南東側に存在した。旅客列車の発着に使用する駅舎側の一番線の北側にホームを有さない2から4番線を有した。 4番線からは北側に水槽を及び、電車台を有し時点で減損していた、終端部分が車庫2線となっていた側線が分岐していた。1から4番線は南西側で収束し、その延長上は入れ替え線となっていた。さらにその途中から分岐する積み下ろし線と木材線を1線ずつ有した。また、 一番線のホーム端部分から駅舎側に戻る形で分岐し、駅舎南東側の切り欠き木部分の貨物ホームへの貨物側線を一本有していた。職員配置駅で駅舎は校内の南側に位置し、ホーム中央部分に接していた。駅舎は1977年に開業時からの駅舎から改築された船底型の鉄骨平面ライト仕上げでモダンな。 構造の建物であった。私の旅スタンプが設置されていた。当駅が所在した地名より、地名はアイヌ語のピロロ、ピオロ、ピルイッペツ、ピラオロなど、由来には諸説ある。廃駅後は、広尾町が駅舎の払い下げを受け、1987年7月に広尾町鉄道記念館としてリニューアルされた。旧駅舎内には展示スペースが設置され、 当時使用していた閉塞機、通標、保線用具、備品、時刻表、駅スタンプ、写真パネル、沿線模型などが保存、展示されていた。駅スタンプは、さよなら列車運転記念のスタンプが10種類、設置されていた。改札柵や、旧ホーム側に、点鉄テコや、駅の名板も残存していた。一方、レールは撤去され、駐車場になった。 駅構内跡地は、鉄道記念公園として整備され、一角には、C11 形状機機関車、C11176 号機の動輪が保存、展示されている。またパークゴルフの施設が作られている。廃止直後は、駅舎裏に、キハ22系機動車キハ22134や、休憩客車、緩球車、貨車などが保存されていたが、状態悪化に伴い解体。 撤去されている廃駅後の駅舎は、十勝バスと JR、北海道バスが乗り入れるバスターミナルとなった。出札窓口は、十勝バス、広尾案内所となり、廃止転換バスである同社広尾線の貢献、乗車券も販売されていた。JR、北海道バスの停留所は、日照線は、広尾、都市間バスは、広尾駅を名乗っている。以前は、 JR 北海道日高本線との連絡運輸も行っていたことから、いわゆる自動車駅として存続しているが、JR 北海道バスの乗車券は取り扱っていない。国鉄時代に廃止され、旧駅舎がバス待ち所として活用されている例は、北海道内では2009年時点で当駅と北日山駅の2例のみであった。その後、 地区40年を経過し山盛りなどの老朽化が進んだこと、今後の維持費用が高額になることから、駅舎を解体して新たな待合所を設置することが決定。2018年6月に着工、同年12月頃に新待合所が完成した。疲労船に関する展示品などは、調律海洋博物館内の郷土、文化保存練習館へ移された。 1981年度の1日あたりの乗降客数は234人。ありがとうございます。